1959年のコース1959年のルマン24時間レースは27回目のルマン24時間レースであり、1959年6月20日から6月21日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。出走したのは53台。イギリス車の出場が多く7種19台がエントリーした。アストン・マーティンから出場していたスターリング・モス。 ジャック・フェアマン組は4号車の DBR1、車誌ナンバー DBR1、3、エンジンナンバー RB6、301に乗って出場し、モスが1周目フェラーリを従えトップを走ったが、飛ばしすぎたのか、エンジントラブルを起こしてリタイアした。代わりに、トップに立ったのは、キャロル・シェルビー、ロイ・サルバドーリ組のアストン・マーティン DBR1、5号車、車誌ナンバー DBR1、2、 エンジンナンバー RB6-306 であったが、夜間に、奇妙な振動に悩まされて、ピットインを余儀なくされ、一時、フィルヒル、オリビエジャンドビアン組のフェラーリ 250TR59-14 号車に、トップを明け渡した。感想は13台。キャロル・シェルビー、ロイ・サルバドリー組のアストン・マーティン DBR1-5 号車、車真ナンバー DBR1-2 エンジンナンバー r b 6 3 0 6が24時間で 4347.900km を平均速度時速 181.163km で走って優勝した。これは2014年現在に至るまで唯一のアストン・マーティンの優勝になっている。2位もモーリス・トランティニアン、ポール・フレイル組のアストン・マーティン DBR-1 の6号車。 車子ナンバー DBR1-4、エンジンナンバー r b 6 3 0 4で予備車であったにもかかわらず24時間で 4337.559km を平均速度時速 180.752km で走った。ありがとうございます。